皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。本日のテーマなんですけれども、 H 君夏休み不死の旅の感想ということで、 H 君の思念を見させていただこうと思います。で、一生懸命このカードを引かせていただきました後に、あーっと思い出したことがございました。その前にリクエストを頂戴しておりまして、例 の、 全国高等学校総合文化祭でしたっけ、あの時にこう目の前に同じ高校生を、ね、高校生を目の前にしての H 君の思いと、また高校生から H 君に対する思いで、高校生はどのような気持ちでその H 君を見ていたのかとか、そういうのをリクエスト頂戴していたのに、すっかりとそのことを忘れておりまして、こちらのテーマで引いてしまいました。なので、見させていただき、不足があるようでしたらまた、リクエストにお答えさせていただこうと思います。申し訳ございませんでした。それではいつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。H 君お得意の感想ですね。なんでこう嫌味言うんでしょうね。本当に嫌味は嫌いなんですよ。私本当に大嫌いなんですけど、最近ねちょっと嫌味たらしくなってきてます、この件に関しまして、反省です。13番逆、これはこの旅でいろいろといわゆる高校生ご公務みたいなのをしておりますよね。でそのことへ無気力、無感動、無関心、そして無視です。あと思いはアドバイスとお手伝い不足なんです。なのでこれはキーのことだと思います。キーがいつも、口うるさく、次はこうするのよとか、全てもあげぜんすえぜんじゃないですけれども、しているんじゃないでしょうか。でそのことでキーがいないがために、アドバイスとお手伝いは不足していたと、そういうことなのかなと。だからお手伝いっていうのが来るのかなと思うんです。で、いろんな場面で立ち往生していたことが出ています。で状況は失敗とか、損失をもたらすようなものだっていうことを感じている。要は本当に立ち往生していたんだと思います。アドバイスと、お手伝いが不足していたからなんでしょうか。で最初に出ました無気力、無感動、無関心、無視なんですよ。もう物事にもう関わらないで傍観しているような感じなんですよね。それが出ていますし、自分の力というものが取られているっていうのをもしかしたら感じていたかもしれません。それがこのカードの意味の中にあるから今、ちょっとお話しさせていただいたんですけど、それに関しましては実は私はあまり強くは来てないんですよ。もう本当によく来てるのは、繰り返しますが無気力、無感動、無関心、無視です。次、6番正位置、これはね自分を喜ばせる行動とか状況にあったんです。これキーがいないことなんじゃないでしょうか。身近なところにある幸せを語るカードでして、家庭とか愛する人とか、近い社会環境、そこの中に幸せがあったことを表しています。これが感想です。いや例のね県知事の鳥肌ものの言葉ね、県知事が大歓迎してくれたからなんでしょうか。あれはやりすぎでしょう。いや NK 国じゃないんですから。23番正位置、これは守られていたっていう気持ちですね。警備、あと安全、そして保護者たちにもう取り囲まれていたと、そして
夢の実現に向けて問題なく進められた、こんな思いがあります。で、もう自分が持っている、もう自分が持っている保護のおかげで、もう何を選んでも成功に導かれるという思いが出ています。やっぱりね、これから見ますと、この1枚目のカードでちょっと申しました、自分の力は取られているっていうのは今回ないと思いますよ、なんかむしろ逆ですね。これは自分が持っているもう保護のおかげでみたいな、そんな感じ、もう、つつがなく何を選んでも成功に導かれていくというような思いが出ています。27番正位置、これはね、正義が広く行き渡っているという意味なんですよ。なので、他の方々にこれが出た時はもうね、要は印象操作も情報操作も通用しておらず、嫌な目に遭ってるんですよね。で、正義がもう広く行き渡ってしまっているっていうような感じなんですけど、なんかね、これはむしろ逆かもしれない、なんかね、逆かもしれないですよ。自分が正義なんですよ。で、正義がちゃんと広く行き渡っているじゃないかみたいな感じ。あとね、事実とか真実とか本当のことをつかむなんです。なので、これ他の方々ですと、もうね、なんか悲しい現実と申しましょうか、それを掴んでしまうような感じなんですよね。ところもなんかこれ違う気がする。ちょっとお言葉が正しいか的確かどうかわからないですが、これ再び騙されている可能性ありますね、そんな感じがちょっとしなくもないんです。事実だ、真実だ、本当のことだ、これが本当のことなんだと言って聞かされたことが嘘のような感じがする、何か前向きな妥協に至るとか、絶対的な真実とか、法廷の場での勝利みたいな、法廷の場に出るがいいみたいな、自分たちの勝利だみたいな感じのものが来るんです。なので、いつも他の方々から来る正義が広く行き渡っているの、この正義は H 君の正義みたいな感じがするんですけど、再び騙された可能性がありますね、これ。思念ですので、これ29番逆、これはキーに対する思いですね、もうそこにいてっていう、そういう思いなんです。旅行計画の中止、そして動かない状況、動かせない状況とか足止めとか、そんな意味なんです。で、これはね、流行り病で旅に一緒に行けなくなった、そのキーに対してもうそこにいてという、そういう気持ちが出ていますね、これ、これもね、またね、逆にちょっとがっかりする、がっかりというのはあれなんですけど、逆にあと思うのは、この1枚目のカードで明らかにお手伝い不足、アドバイスとお手伝い不足で立ち往生している姿が出てるんですよ。なので、キーのことは必要なんですよ。だけど、ここでもうそこに行けっていう言うと、わがままぶりも出てますね。これは必要としてるんですから、お母様を、だけどもうそこにいてと、そういう感じですね。Despair. Faithfulness. Fortune か。なんだろう。これ何かで窮地に立たされた思いなんですよね。何かで。で、ここにこれはやはりアーミヤ家の犬だと思います。アーミヤ家の犬です。この H 君って結構地方へ行くときにこのカード出てくるんですよね。なんか後ろに山があったりとか、湖があったりとか、なんかそんな感じの、このでね、これはそのいわゆる忠実さとか律儀さとか信頼できるっていう姿が出てるんですよ。
だからこのアーミヤ家の犬、まあ、本当お言葉悪いですよ、悪いですけど、まあ、犬ですよ、そのおかげでラッキーっていうのが来てるんです。ここラッキーってこれ窮地だったんですけど、ラッキーついているって感じられているんですよ。なんかこのやはり目隠しが嫌なものを見ないで済んでいるような、そんな感じもしますね。No worries. Falseness. Visit. この visit は訪問ですね。旅行ですね。この旅行だと思います。鹿児島ですかね。で、これはもうね、心配しないでっていうのが来てます。心配しないで、大丈夫、気にしないでって。これやはりこれやっぱキーですかね。キーに対する思いなのかな。で実はこれ偽りなんですけど、偽りとかなんか不誠実とか誤りとかそういうのなんですよ、心配しないでと言っている言葉自体は偽りなのかもしれないですけれども、まあ、訪問している、まあね、こう裏を勘ぐれば、これは感じるというよりも考えた時、いろいろこれなんだろうってこう考えた時にね、脳を動かした場合には、これもしかしてキーは流行り病なんて本当は嘘でなんかしてるんじゃないかとか、ちょっとねそういうような感じもしなくもないんです。でもそれ考えた感じでして、パッと感じるところではもうこれはもうお母様に対して心配しないで、大丈夫、気にしないでって言っている感じがするんですよね。そして自分は訪問している、出ましたね、デザイア、これキーだと思いますよ。ウィート、マニー、これキーですね。いやキーの思念でも H さん H さんってこうもう 連続でしたよね。これもなんとなくねちょっとそういうのがあるんですけど、これ相変わらずのキーのもう欲望、もう欲求とか絶望とか要求、そういうのを表してますね。依頼とかね、それが出てます。でこれはねこう一見見ればあれキーがこうなってるってことはこの下はアーかなとか思いがちですけど、そうではなくて、これはねなんかキーに操られすぎないようにしなければいけないというような、まあそんなことよりも戒めというよりもキーに操られたくないとかそういう思いかなって、シンプルにそんな感じかなと思います。あまりにも欲求要望が多いんですよね。でそういうキーに操られたくないという思い、でも自分の人生においてもう最大の女性なんですよ。これ最善ではないんですよ、最大、もう本当に深く関わる女性なんですよね。その姿が出てるんです。影響を受ける女性なんですよ。でこれはねもうイコールキーはここを通り越して何を見ているかってここなんですよね。もう湯水のごとくに税金を使うことと一生金銭的に保障される人生を H 君に用意しようとしている、それが出てるんですよね。そのための欲望なんですよね。でも、もう操られたくないという思いが出ている。でもねだからといって H 君が今じゃあこのお母様がいなくなった時何ができるんですかってことなんですよ。そういうことなんですよ。メランコリー、コンソレーション、サービス、これお世話とか奉仕なんですけどお迎えの姿に見えるんですよね、これはね旅の終わりじゃないかな、なんか帰りたくないって感じがするの、これはね、ああまた帰らなきゃ、後ろに湖ありますでしょ、これちょっと女性の姿ですけど H 君で湖あって山があって一緒なんですよね。先ほどの犬のやのカード、これとね、もう憂鬱、なんか落ち込みみたいな、帰らなきゃいけないみたいな。でこれは癒しだったことと、なんかね心の平安、
慰められたことが現れている、でもこうお迎えが来ている、そんな感じ、感想としてそれが出ています。Good surroundings, good advice. お、ファルスネーム出ましたね。The house. うわ、なんか重い。重いです。これね、なんかここでお粗末な一句が出てますよ、これ。なんかね、良い側近、偽の男とアーミヤ家みたいな。そんな感じですよ、この旅。これ良い側近、良いアドバイスなんですよ。それがいて、そして偽の男ね、お父様ね、とアーミヤ家、そんな感じですね。これ旅の感想なんですけれども、フシの旅の感想なんですけれども、良い側近、偽の男とアーミヤ家、お粗末。フリーユニオン、Lord, room。 この Lord っていうのはお父様だと思います。これ R だと思う。で、これはおそらくお泊まりしたとこだと思います。旅で、わからない、これ再結合。これちょっと思うことあるんですけど、深追いはしないでおきます。次いきます。Letter Scholar Constancy。 やっぱりね、これは東大のことなんですよ。これ知らせが来ておりますでしょ。で、旅に行ってますよね、この不死の旅に、鹿児島。それ学者、知識、学びなんですよ。で、忠誠と不変なんです。東大のことだと思いますよ。その準備に知らせが来てるんだと思います。それが出てますね。これです。これ決して H 君の学びじゃないですよ。学者ですよ。学者の知識ですよ。Invitation to the country, journey, cure。 これね国への招待ってよく読むんですけど、この上にフランス語も書いてありまして、この場合ってね、地方とか田舎とか何か活動への招待だと思います。で、旅に行ってるんですよね。で、ここなんですよ。これはね、何か治療するとか療養するとか、癒すとか、なので、こういうことを申しますと、またほら、例のね、何か病院関係なのかとかね、なんかそういうこととかはこう出てきそうな感じがするんです。出てきそうな感じがするんですけど、でもどちらかというとね、今回ここでね、何か決め手とか解決策とか救済みたいなものが来るんですよ。なので、やっぱり東大のことかなっていう感じ、そのことかなって思うんですよ。もちろん癒しもあるんでしょうけれども、何かね、これは、問題になっていることの、問題になっていることの治療だと思いますよ。何か救済、解決策、決め手があるところへ行くと思います。行ってきたんだと思いますよ。Proceedings, security, calm, without you knowing。 この you は誰に当たるのかな。これはね、何か進行してるんですよ。そして進行してるんですけども、心は平穏、もう安らぎ、静けさなんですよ。穏やかで静か、やたら静か静かが来るんです。なので、多分キーがいたらうるさいんだと思いますよ。何かにつけて
よくないお言葉ですけど、うざいんだと思います。もう、もうあれやこれやとお世話して、そうなんだと思いますよ。お世話がもうすでにうざいんじゃないですか。でも必要としているところがちょっと笑ってしまうんですけどね、で、あなたの知らないうちにっていうのがキーワードですけど、このあなたはこうなるとキーなんですよね。何か慎重に、注意、用心、警戒しながらみたいな、何か進行してるんですよ。なんだろう、でもあなたはこれはキーだと思いますよ。知らないうちにで気をつけろっていう思いも、キーに知られないように気をつけろみたいな感じもしなくもないんですよね。ただ心は本当に穏やかです。なんだろう、何かの進行、ディフィカルトチョイスですね。プラン、ああ、トゥアトラクターって以上、あ、これもね、これも何かその東西のことだと思いますっていうのは、ここもうね、こう注目されているんですよ。今もうやることなすこと全部注目を浴びている、注目を集めているんです。なので選択が難しくなってきている、で計画の実行の遅れになっているなんですよ。なので何か行くといえば、また何かのとか、トンボかとかね、そういうふうな感じで、あそこ行ったのならばとかね、もういろいろと、もう皆さんに注目されてますよね。だからそのままだと思いますよ、なかなかちょっと選択難しくなってきて実行が遅れているっていう、そんな感じだと思います。プリーストファウスネスフリパリティ、あ、これはね、あの珍しくなんですけど、いつもですとね、こういうのは皇后陛下なんですよ。でもね、これね、 H 君の思念ではこれはキーですよ。もうなんか信念があってありますよね。こうしなさい、ああしなさいと、こういろ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 規則のようなものがあるんですよね。それを裏切ってるんです、ここで旅では。で、気持ちはっていうと非常に軽やかなんです。これわふわと、まあ、軽率なんですけれども、でもね、軽やかなんです。わふわふわとも羽を得たような感じ、それが出てます。なんとなくわかりますね。キーに対して自分は猫、ね、そしてこの蝶、こんな感じの旅だったと。まあ、あの猫と言いましても、あの、ね、皆様猫の好きな方たくさんおられますので、そんな悪い意味で、ね、猫って言ってるわけじゃないんですけれども、まあ、皆様お分かりいただけると思いますが、この場合のこれはね、ちょっと裏切りとかね、そういう意味がございますので、そういう感じで出てますね。Child, fool, thief. このチャイルドは、これね、自分かなとも思うんです。自分をこの赤ちゃんで表すところが、やはりなんだかんだ言ってお母様べったりっていう感じがしなくもないんですけれども、その赤ちゃんがこれ対向者と敵に怯えてるんですよ。なぜ？奪われるから、でもね、もしかしたらもう一つ考えられるのは、これね、これどうだろうかね、あの KK 夫妻の子供、それが敵になりうる。こうなると奪いに来るみたいな。奪いませんよ、奪いませんけれども、まあ、計画はそんな計画はあるはずなので、実際夫人の中にか、なんか自分みたいな感じがするんだよな、なんだか自分のような気がする。こう奪いに来られるみたいな。いやいや、そもそも奪ったのがあなた方なんですよね。
もう残り少なくなりました。ソウルジャッジハウス、これはね、このパッと見ただけでもいろいろ考えている。これジャッジですから ね、裁判官とかね、そんな感じで思った時に、これはっていうとアーミヤ家がジャッジされる、ね、審判が下されるようなそんなイメージですけれども、何かね、そうだな、意味から申しますと、こちらは重要な決定が下される必要があるというような、でこれは公平であれっていうことが強く出てくるカードなんです。なのでもしかすると東大のことかもしれないです。不公平なんですよ、ね、あまりにも不公平なんですよ。で国民は怒っているんです。そのことかなって。それで審判が下される、で、このカードの意味としましては、今のところは重大な変化はなしと。でその静かな時間の間に、回復に努めようみたいな感じなんですよ。無理です、無理です。これは網焼きにした時に、それはもうあくまで H 君の思念の中のみですね。これ思念のみです。実際は無理です。実際はもう重要な決定が下される必要があるんですよ。それだけです。ジャッジですよ、鑑定もね、あなた方は PCR じゃなくて DNA なんですよ。本当にそちらの方でお願いします。では最後のカードいきます。ハウスか。この不死の旅、感想でハウス、これはね、いろんな意味ございますが、今来たのは 人が生まれながらにして持っている地位とか立場、そういうのを象徴しているんです。であとはね、自分の実家ね、あと一族、あとね、今回来るのはアーミヤ家派、アーミヤ派、あとはね、家族歴、それとか祖先、先祖、そんな感じかな。そういうのが、それらを象徴するカードなんです。そしてもう一つ、安全、保障、自信を必要としている、それを訴えています。自分に安全、安全と、なんか安全安泰というか、でもう保証してほしいという感じで、自信も欲しいんですよ。自分に自信を持たせてほしいみたいな感じ、それは何、裏を返すと、この自分の一族とか実家とかファミリーヒストリーとか祖先とか、そういうものに対して不安があるからなんですよね、不安なんですよ。それなのに、人が生まれながらにして持つこの地位と立場ですからね、そりゃ不安ですよ。はっきりとここに偽の男も出てましたからね、はい。それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。